ニッケル・アシミードは、ジャマイカ・セント・アン教区出身の陸上競技選手。専門は短距離走、100メートルで9秒90、200メートルで19秒85の自己ベストを持つ。2016年リオデジャネイロオリンピック、2013年モスクワ世界選手権、2015年北京世界選手権の男子400メートルリレー金メダリストである。 オリンピックには2016年リオデジャネイロ大会で初出場を果たし400メートルリレーで金メダルを獲得。世界選手権には2011年テグ大会から3大会連続の出場を果たし2013年モスクワ大会と2015年北京大会の400メートルリレーで金メダル獲得している。オリンピックと世界選手権の個人種目ではメダルを獲得できていないが 2 0 0ルは世界選手権で3大会連続のファイナリスト1 0 0ルでもモスクワ大会でファイナリストになっている。2014年には4 2 0 0ルリレーで1分18秒63の世界記録を樹立。7月に世界ユース選手権の男子1 0 0ルと2 0 0ルとメドレーリレーに出場すると1 0 0ルは決勝で10秒54をマークし、 同じジャマイカのデクスターリーに次いで銀メダルを獲得。200メートルは決勝で20秒76の自己ベストをマークし、ラモネ・マッケンジー、ラミル・グリエフに次いで銅メダルを獲得。ジャマイカチームの3層を務めたメドレーリレーは1分52秒18のユースジャマイカ最高記録をマークしての銅メダル獲得に貢献した。3月にチャンプスに出場すると、 クラス1の男子100メートルで2位、200メートルで優勝した。7月に世界ジュニア選手権の男子200メートルと400メートル、リレーと4400メートルリレーに出場すると、200メートルは決勝で20秒84をマークして銀メダルを獲得したが、優勝したクリストフルメートルとはわずか0秒01、差だった。 ジャマイカチームの3層を務めた400メートルリレーは39秒25をマークしての銀メダル獲得に貢献したが、2層を務めた4400メートルリレーは3分08秒58をマークしての4位でメダルを逃した。2011年手癖海選手権5月7日のジャマイカ国際小体男子200メートルで19秒95をマークし、初めて20秒の壁を突破すると、 6月4日には100メートルで9秒96をマークし、初めて10秒の壁を突破した。 6月下旬のジャマイカ選手権、男子200メートル決勝で20秒32をマークし、スティーブ・マリングスに次ぐ2位に入った。9月のテグ世界選手権では、男子200メートルに出場すると、シニアの世界選手権初出場ながら、ファイナリストになり、決勝は20秒29をマークして5位に入った。7月1日のジャマイカ選手権、男子200メートルでは決勝に進出し、 テグ世界選手権に続くジャマイカ代表の座を狙うも、ヨハン・ブレイク、ウサイン・ボルト、ウォーレン・ウィアに次ぐに10秒16で4位に終わり、ジャマイカ代表の座を逃した。8月30日にダイヤモンドリーグのベルトクラッセ中立飛弾士200メートルに出場すると、200メートルの今シーズン最後のポイント対象レースとなった、今大会で19秒85の自己ベストをマークし、 ウサイン・ボルトに次ぐ2位に入り4ポイントを獲得した。この結果、総合ポイントは15ポイントになり、今シーズンの200メートルツアーチャンピオンに輝いた。8月に、モスクワ世界選手権の男子100メートルと200メートルと400メートルリレーに出場すると、100メートルは、準決勝を9秒90の自己ベスト及び全体トップのタイムで通過し、 決勝でも9秒台の9秒98をマークしたが、3位のネスタ・カーターと0秒03差の5位に終わった。2大会連続で決勝に進出した200メートルは20秒05をマークしたが、カーティス・ミッチェルに次ぐ4位で惜しくもメダルを逃した。ジャマイカチームの3層を務めた400メートル、リレーでは37秒36をマークしての金メダル獲得に貢献し、 シニアの世界選手権で獲得した自身初のメダルが金メダルとなった。5月24日に世界リレー男子4-200メートル決勝でジャマイカチームの一層を務め1分18秒63の世界記録を樹立しての金メダル獲得に貢献した。6月のジャマイカ選手権では男子100メートル決勝を10秒06で制し、ジェイソン・リバーも荒にセリ勝ち。 この種目での初優勝を成し遂げた。6月のジャマイカ選手権、男子100メートル決勝で自己ベストに迫る9秒91をマークしたものの、アサファ・パウエルに次ぐ2位で2連覇を逃した。しかし、200メートル決勝では20秒36をマークして、ウォーレン・ウィアラにセリ勝ち、この種目で2度目の優勝を成し遂げた。8月の北京世界選手権では、 男子100メートルと200メートルと400メートルリレーに出場すると100メートルは準決勝で敗退して2大会連続の決勝には進めず200メートルは3大会連続の決勝に進出するも20秒33の8位に終わり個人種目でのメダル獲得はならなかったしかしジャマイカチームの3層を務めた400メートルリレー決勝では37秒36をマークしての 優勝に貢献し、2大会連続となる金メダルを獲得した。7月のジャマイカ選手権、男子100メートル決勝で9秒96の2位に終わり、ヨハンブレイク20秒01差で敗れ2年ぶりの優勝を逃すと、2連覇のかかった200メートル決勝でも、ヨハンブレイク20秒16差で敗れ、20秒45の2位に終わった。オリンピック初出場となった8月の、 リオデジャネイロオリンピックでは、男子100メートルと200メートルと400メートル、リレーに出場したが、100メートルと200メートルは、準決勝で敗退して決勝に進めなかった。しかし、400メートルリレーでは、予選と決勝で、ジャマイカチームの3層を務めると、アサハ・パウェル、ヨハン・ブレイク、アシュミード、ウサイン・ボルトのオーダーで臨んだ決勝は37秒27をマークして優勝し、 自身初のオリンピックメダルを獲得するとともに、ジャマイカチームの3連覇に貢献した。6月のジャマイカ選手権、男子100メートルは、決勝進出に0秒01及ばず、10秒18で、準決勝敗退に終わると、男子200メートルは決勝に進出するも20秒75の6位に終わった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微欄の記録は、 当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。